はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、こんにちは、こたつです。バッドエンドやっていきたいと思います。前回は、バッドエンドというゲームをクリアしたんですが、なんかね、三橋の生き量に殺されてしまったんで、どうにかハッピーエンドにできないかということで、またチャレンジしたいと思います。とりあえずコンティニューするとどっからなのか。あ、じゃあとりあえずスキップしますね。どうしよう、四条、だってこれが最後だっけ？いや、四条に会っとこうか。あ、だってそうだよな。だって四条がいることによって三橋がちょっと思いとどまるかもしれない。よし、とりあえずじゃあ四条に会う。行きましょう。やはり協力者が欲しい。俺はそう思った。それに、四条は他にも攻略の鍵になることを知っているかもしれないしな。よし、会いに行こう。岩崎さんと三橋さんについて重要なことを教えたい。メールでこう連絡すると、四条はすぐに食いついてきた。バッドエンドのことを話せば、仰天するとともに、解決に力を貸してくれるはずだ。あとは、そうだな、第三者にバッドエンドのことを話したら死ぬ、なんてトラップがなければいいが、こればかりは、手に運命を託すしかないか。待ち合わせは、この前に佐々木と来たファミレスにした。店の前で合流した俺たちは、ボックスシートに向かい合った。注文は二人とも適当にホットコーヒーで。メールでは聞けなかったが、どういうことだ？カナと岩崎さんについて重要なこと。二人は交通事故であんなことになった。それ以上に事情はないし、あったとしてもどうして君が知っている？さすがにそういう反応になるよな。でも、こうして来てくれたからには、藁にもすがる思いなんだろう。そうだ。カナはもちろんのこと、岩崎さんには目覚めてほしい。あの二人は大の親友だからな。四条の固い決意が分かった。いよいよ話そう。あのさ、これから俺が言うことを信じてくれるか？岩崎さんと三橋さんが助かるかもしれない。助かる、だと。四条はしばし固まったが、次には身を乗り出してきた。二人が助かるなら、何だってする。あの二人は、怪我は治っているはずなのに、目覚めない。何か悪いものに取り憑かれているせいで、回復しない。そう思ったこともあったが、まさかそういうことだっていうのか。驚いた。当たっている。この手の怪現象に、理解があるのかもしれない。それなら話しやすそうだ。俺は携帯電話を取り出した。君はバッドエンドってゲームを知っているか？バッドエンド？ネットのまとめサイトで見た気がするな。ゲームの中で死んだらプレイヤーも死ぬとかいう噂のゲームだっけ？そうだ。俺はバッドエンドを起動させる。周囲を伺い、小声で告げる。俺がそいつをプレイしている。都市伝説じゃないんだ。え？そして、さらにあの二人が表示されている画面を見せる。岩崎さんと三橋さんがキャラクターになって登場していることが分かった。な、四条はひったくるようにして、俺から携帯を取り、画面に釘付けになる。あ、操作はしないでくれ。下手すると死んじまうんだから。ああ。四条はしばらく画面を見続けていた。かな、岩崎さん、どうしてだ。分かりきっているのは、これは悪意のある何者かの仕業だってこと。そして、おそらくゲームクリアすれば、彼女たちは解放される。肝心なのは、なぜ彼女たちが狙われたか、なんだけど。心当たりは、ないか。彼女たちが誰かに、恨まれたりする理由。こんなゲームに閉じ込められなきゃならない理由に、二人とも、いい子だよ。誰かの恨みを買うようなことなんて。いや、待てよ。気づいたことは何でも教えてくれ。岩崎さんが事故に遭う前、何かに追われているような感じがしていたそうだ。え、あの頃の岩崎さんは情緒不安定だったから、ただの思い込みと思っていたが、情緒不安定ってどういうことだ？カナが車に跳ねられる現場を目撃しちまってな。
俺もその時に現場にいたんだ。正直ショックでどうにかなりそうだった。俺はどうにか落ち着くことができたが、岩崎さんの方がそれからおかしくなっていった。か弱い女の子があんな光景を見たんだ。トラウマになったっておかしくない。きっとそのせいなんだろうな。注意力が散漫になって、彼女もまた事故に。そうだったんだ。前回は教えてくれなかった衝撃の事実だ。まあ話す必要もなかったんだろうが、俺は全然手をつけていなかったコーヒーを飲みながら考える。先に事故に遭ったのは三橋だった。そして間もなく岩崎も。どういうことだろう。岩崎は何かに追われていると感じていたという。これがバッドエンドの黒幕と同じだとすると、三橋の事故をきっかけに、そいつは現れた。このゲームの秘密に、もう少しで手が届くかもしれない。岩崎、三橋、謎の影。この三者の関連性は。なあ、ん?ゲームを進めてもらうことはできるのか?ここで?こんな大勢のいる前でっていうのはさすがに遠慮したいのだが、ここまで真実を知らされては待ちきれない。一刻も早く謎を知りたいんだ。頼む。恋人の命がかかっている。そんな風に懇願されたら嫌とは言えなかった。わかった。プレイするよ。ありがとう。何か食べ物を頼むか。俺がおごるよ。じゃあサンドイッチセットでも。隣、いいか。俺にもプレイ画面を見せてくれ。ああ。俺はコーヒーを飲み干してから最新データをロードした。ああ、ここは読んだ。ここは読んだから。オッケー。驚愕したのはもちろん俺だけではない。隣で画面を覗いていた四条も。俺?なんでだよ。それは俺が聞きたいっての。画面に映っているのは間違いなくこの男だ。どういうことだ?どういうことなんだ?続きを早く見せてくれ。なんで俺がこんなところに。いや、一旦ここでやめておく。どうしてだ。俺は冷静になろうと努める。早く先を知りたいのは俺も同じだが、このゲームはさ、間違った選択を選んだら、アウトっていう仕組みなんだ。アウト。それ以上は言わなくてもわかるだろう。死ぬということだ。さすがにこの公共の場で万が一の騒ぎを起こしたくないから。その通りだな。わかったよ。ほどなく俺と四条はファミレスを出た。続きは家でプレイするんだな。ああ、もし日付が変わっても連絡がなかった場合、俺はダメだったものと思ってくれ。そんなこと想像もしたくない。じゃあな、今日はありがとう。ここは読んだことあるよね。あれ、違った。選択肢は二つだったな。慎重に決めなければ、ここで死ぬわけにはいかない。丁重に、どうなんだろうな。師匠と、でも付き合ってる時に二人で多分襲われるん、じゃないのかな。どうなんだろうな。ちょっとここでセーブし、のデータを取っておこうかな。ここに。あ、これ隣にも作れたんだ。どうしよっかな。じゃ、今回はちょっと断るに、また前回と同じように断るで。で、スキップ。どうやらもう一度会う必要がありそうだな。そういえば、無事だったら連絡するって言ってたのだった。連絡がてら、明日も会いたいとメールしておこう。はい、あ、これは見た、これ見たからスキップします。あれ?スキップならない。
何度聞いても慣れやしない。ユージ、頼むから黙っててくれ。いい加減あの世でゆっくりしてくれ。よーは、この辺読んだな。お、昨夜師匠にメールするとすぐに返事があったのだ。学校をサボるからそっちもサボって俺に会ってくれと。自分がバッドエンドに登場している理由を一刻も早く知りたいらしい。この頼みに応じない理由はなかった。俺ものんびり学校には行っていられない。待ち合わせ場所は天正神社だった。そこには至福の師匠が待っていた。生きていてくれてよかったよ。おかげさんでな。それでどんな風に進展をしたんだ。いや、バッドエンドがそもそもどういうシナリオか、そこから知りたい。俺はうなずいて物語の最初から現時点まで教えた。話しながら俺は疑問点を整理する。まず気になるのは、岩崎さんが男遊びをしている設定になっていることだ。それであの時あんなことを聞いたわけだな。繰り返し言うが、岩崎さんはそんな人じゃないよ。どうしてこんな設定になっているのか。まるで彼女を疎めいているようだ。誰かの悪意を感じずにはいられない。悪意。その誰かの恨みを買って、岩崎さんはこのゲームに閉じ込められた。なあ、本当に心当たりはないのか。まるで老人のように力なく、師匠は言葉にする。恨みを買うとしたら、むしろ俺の方だろう。どういうことだ。俺と岩崎さんは、カナに内緒で会っていたんだ。え？それはバッドエンドのシナリオでもあった展開じゃないか。その誘いに乗らなかったのが正解ルートだったわけだが。ああ、同じように相談があってな。内容はこうだった。それで相談って？カナと何かあったの？いや、何かあるのはこれからっていうかね。俺たち付き合って半年くらいかな。まあ、いろいろ恋人同士らしいことはしてきたんだけど、まだ一線を越えちゃいないんだ。あ、つまりだ。つまりだな。そういう時期に来ているのか、来ていないのか。岩月さんは、ここらがいいタイミングだと思う？そういうことは私にはわからないよ。でも、カナの気持ちを第一に考えるのがいいんじゃないかな。そっか。やっぱりそうだよな。なるほど。ちょっと刺激が強い内容だった。たあいもない。でもカナには決して聞かせられない相談だった。誤解しないでくれ。岩崎さんと何かあるわけでもない。密会とかじゃない。ああ、それはわかる。でも、カナが誤解した。ちょっと、二人きりで何やっていたの？カナ、お前どうして？学校出た時から見ていたわよ。まさかと思って尾行していたけど。違う、誤解だ。じゃあどうしてやっていたの？何を話していたのっていうの？それは。カナの耳には入れられない相談だから、二人で会っていたんだ。俺も岩崎さんも正直に話せなかった。それがいけなかった。ひどいよ、君子。カナ、待ってくれ。混乱したカナは、道路へ飛び出した。そして。それで車に。はっきり言ってドライバーのせいじゃない。いきなりだったからな。カナはすぐさま、救急車で運ばれた。そして命は助かったが、意識は戻らない。この前、一緒に見た通りだ。そんなことが。そういえば入院している三橋を見舞った時、こう言っていたな。責任は俺にもって。頭に針が刺さったような刺激が走る。つまり、岩崎を恨んでいたのは。え？まさか。
そのすぐ後に岩崎さんも事故で。何かに追われているような感じがしてたんだよな。ああ、そうだ。それは、あまりに衝撃的な推理だった。確信は乏しい。断言はできない。だが、状況証拠が揃っている。岩崎さんを恨んでいるのは、三橋さんなんじゃないのか？バカな。この推理が一番しっくりくるんだ。三橋さんの事故後、岩崎さんは付け狙われるようになった。自分の恋人を取ろうとする岩崎さんを許せなかったとしたら、だから、それは誤解で。誤解したまま、事故に遭った。恨みを持ったまま、昏睡状態になった。そして三橋さんの生き量なんかが出てきて、岩崎さんを襲った。さらに三橋さんは、恨みのパワーで、バッドエンドというホラーアドベンチャーゲームを作った。その中でさらに岩崎さんを苦しめることにした。我ながら突拍子もない考えだ。しかし、師匠はこれを否定できないでいた。まさかそんな、かな。恨むならどうして俺じゃないんだ。親友より恋人を信じたいんじゃないか。つまり岩崎さんの方から、あんたを誘ったって誤解したんだ。そんなこと、あるわけないのに。何もかも推論に過ぎない。だけど、もうこれ以外にないのではと、俺は思っていた。頼む、ゲームを進めてくれないか。今のが本当なのか、それとも見当外れなのか、確かめてくれ。わかった。無事だったらまた連絡するよ。師匠は相当のショックのようだった。ふらふらと帰っていく。俺も帰ろう。バッドエンドのクリアに向けて。帰宅してから数時間は心を落ち着けるのに努めた。すると、もう一つ気づいたことがあったのだ。それは、三橋が黒幕である疑いをさらに強めることだった。岩崎が謎の影に襲われてた時、必ずそばに三橋がいた。俺は携帯を開き、バッドエンドを起動する。真実が近づいていた。これはスキップできるのかな？乗ってきた。これはもうこれでしょ？これだから、はい、わーって襲われて、はい、0時に。しかし、本当に三橋が黒幕だったとはな。すべては三橋が岩崎と四条の中を誤解したことから始まった。誤解したまま彼女は交通事故に遭い、意識不明に。そして彼女の負のエネルギーが、岩崎を追い詰め、同じように事故に遭わせた。さらに三橋は、バッドエンドというゲームを作り、その中に岩崎を閉じ込め、苦しめた。俺のこの考えは、どうやら当たっていったようだ。まあ、まだ推測によるところもあるが、すべてを問いただしてやるぞ。何より知りたいことは、どうしてプレイヤーたちが、ユージが死ななきゃいけなかったかだ。それが知りたくて、こんな恐ろしいゲームをプレイしたのだ。絶対に突き止めなければならない。そうだ、師匠にも教えてやらなきゃな。ショックだろうが、ありのままを話さなきゃいけない。俺は師匠の電話番号にコールした。どうなった?俺はバッドエンドをクリアしたこと、推理が当たっていたことを順序立てて話した。そうか、残念だ。恋人が全ての黒幕だと知り、師匠は力ない声だった。なあ、今夜俺も行かせてくれないか。かなが来るってことだろう。多分な、三橋の本体から離脱した、生き霊みたいな奴が来ると思う。かなと話をさせてくれ。そうしなきゃいけない。俺もそう頼もうと思っていたところだよ。力を貸してくれ。ありがとう。師匠との打ち合わせを終え、俺は携帯を置く。ひとまず、時間まで心を落ち着かせるか。決着は深夜。体調と精神を十分に整えておこう。
市場と待ち合わせをした俺は、指定された場所へと向かった。ザリ、ザリ、二組の足音だけがする。俺たちは適当な場所で止まった。ここで、いいのか。ああ、街灯が静かに照らす、深夜の公園。当然のように人気はない。ここで何があったところで、騒ぎになることはないだろう。午前0時まで、日付が変わるまで、あと5分だ。まさか本当にカナが、もう覆せない真実みたいだ。来る途中に言ってたけど、君は、バッドエンドのせいで親友が。ああ、早々と選択肢をミスったんだろうな。ここに向かう途中、無言でいるのも嫌なので、俺がバッドエンドに関わったきっかけを話した。親友のユージを亡くしたことを聞いて、師匠は悲しい顔をした。別に師匠を責めるつもりじゃなかったが、結果的にそうなってしまったようだ。君はどう思っているんだ、カナを。その、悪いのは入院している本体じゃないだろう。岩崎と師匠の仲を誤解し、負の感情を溜め込んだまま事故に遭い、意識不明になった三橋。すべては彼女の知らない間に、彼女の負の感情が、一人でにやったこと。まだ本人からは聞いていないが、この推測で正しいはず。師匠は当然、三橋をかばいたい立場。そんなことを聞くのも当然だろう。そのことは、無事に今夜を切り抜けたら考えたい。わかった。ところでさ、最初は物陰に隠れていてくれないか？どうして？マスカとは思うんだが、いきなり襲ってくるとか、あるかもしれないしな。その場合は、一人で逃げてくれ。できるかよ、そんなこと。頼む。これ以上犠牲を出したくはない。仕方がない。そうするよ。師匠は俺の言う通りに物陰に隠れた。師匠は隠れることが多いね。大変だね。腕時計を見る。もう間もなくだ。そして、日付が変わった。午前0時。俺は深呼吸して、腹に力を入れて声を上げた。三橋、いるのか？いるなら出てこいよ。夜の風に大声がこだまする。その時、わずかに気配が変わる。夜よりも黒い影が、眼前に現れた。バッドエンドに出てきた謎の影と同じ姿。ユージを殺した張本人。やっと、会えたな。その姿、まさしく黒幕だ。武器になるようなものは何も持っていなかったが、正解だったな。こんな姿をしているんじゃ、何を仕掛けても多分通用しないだろう。ということは、何があっても対抗手段がないということでもある。素直に返してもらえるのか、かなり怪しいが、今は真相を突き止めなければ。言われた通り来てやった。さあ話せ、すべての謎を。と言っても、大体は見当がついているけどな。もしかして驚いているのか？わかるはずがない。私の何をしているというのか。これは俺のペース。そう直感した。だったら聞かせてやるよ。お前の悪行を。俺は語る。岩崎、三橋、四条の三人が織りなした悲劇を。すると、見るからに三橋は様子がおかしくなってきた。アキラは、アキラは、私だけのものなのに。キミコ、キミコ、よくも、よくも、私を裏切った。違う。我慢しきれないという様子で、四条が飛び出してきた。かな。ああ、私のアキラ。全部誤解なんだ。カナ、お前を見捨てるわけがない。あの時俺はいつカナを抱いていいのかって岩崎さんに相談していた。お前が過ぎたからそんな恥ずかしくて大切な相談をしたんだ。
信じてくれ、カナ。すると、三橋が、激しく震え出した。空間が歪む、ただの黒い影だったそれは、次第に女性の形に変わっていく。